三笘のドリブル、はいはい、三笘選手のドリブルをちょっと教えてほしいなどう言語化するのかなっていう、レオさん、はいはいはい、結局、一人抜いた後に何するかじゃん。そうですね、確かに。で、これ誰も言ってないのが、レンジャーズの選手たち怒られないあの今ね、1個前の動画でちょっとリルズリーグでアドバイスをちょっとレオさんにから僕のプレーについていただいたんですけど、僕やっぱその今日レオさんの部屋にせっかくね来させていただいたので、ずっと最近気になってる三笘のドリブル、はいはい、三笘選手のドリブルをちょっと教えてほしいなっていうそれ三笘に言えないから、確かに、三笘のドリブルできないからなんかその三笘選手のドリブルをどう言語化するのかなっていう、レオさん、はいはいはい、どう見てるのかなって。僕はやっぱ見てるだけだと、まあこう踏ん張ってこういってるぐらいしかやっぱ分かんないというか、うん、僕がもしできるとしたら、ね、どんな感じでやればいいか、うん、タイミングだったりとか。左サイドやったのって久々だった、イナズで。そうですね。あ、そうなんですか。前見たの右だった。あ、そうですね、右だったりとかトップ下とか、ね、結構左が多いん で、うんうん、でやっぱ左なんかやっぱ楽しいなと思って、うん、さっきのそれこそ整体した時のやつとか、うん、三笘選手だったらこう一回下げるふりしてやめてやるじゃないですか。あれとかあんなんできたらめちゃくちゃいいなみたいな。これあれだよね、はい、なんかそのドリブルの話行く前にさ、はい、今後も541、あ、そうですね、541結構やると思うんです。ってなるとさ、541の、まあ、523って言った方がいいか、523の3の左なわけじゃん。そうですね、そうですね。3の左ってさ、大体9回いるじゃん。うんうん、3の左がさ、外開いていくチームってあんまないじゃん。確かにあんまないですね。これって全然、でもこの試合だと開いてるのは、はいはい、まあ、アドリブ的にやるわけです。そうですね、やっぱなんかケイオ君からのボールだったりとか、うん、こっちで収めてほしいみたいな、こうみんなのやっぱりこう、はいはい、感じがあったりとか。タイム君開きましたの、はい、この内側にさ、はい、誰か上がってきてるよね。ああ、確かにそうですね。ウィングバックとここかぶっちゃったりとかするとね。ああ、そっか。逆にそれって翔ちゃんがいて、僕がいて、翔、うん、ちゃんが内側入って僕がなんかグリーシュみたいな感じでもいいんですか。ちょっと翔ちゃんの特性をしっかり俺分かってないけど、内側に入る選手と外側取る選手の特性と逆にならない方がいいなと思って。歩夢君のドリブルのプレーし、あ、これちょうどいいじゃん。いや、これもう、これは本当に、はいはい、あ、でもどうしたらよかったのかなっていう、もう抜けるイメージあったんですよ。いや、これさ、俺こういうの選手のやつで、はい、いや当然よく見るんだけど、はい、ここに関してはさ、監督に言われてもさ、その時のインスピレーションでしょ。まあ、確かにそうっすね。まあ自分的にはやっぱここで完全にまあ力んでしまって、なんか来てたのなんかすごいゆっくり感じたんですよ、この瞬間、うん、あ、来てんなみたいな。でもファーストプレーというかセカンドプレーだったんで、うん、思い切って打ってまた下とかストーンっていったらいいなと思ったんですけど、はいはいはい、やっぱさすがにそんな甘くなくて。これでも三笘だとさ、ここからさ、はい、一回こっちに踏み込むよね。あ、はいはい、こそう、縦に踏み込む、縦に踏み込んで相手をずらして、はい、こういうけど踏み込み浅いまんま行って、でもそれでもかわせてるから、うんうん、で、あ、そうだ、俺このシーンでさ思ったことを思い出した、うん、この1対1になった時に、うん、この人を間接視野で見て、うん、こっちを直接で見れたらいいなと。うわー、それは深い。深いっていうか、それは確かに、それはあの久保とか伊藤も言ったら、結局1人抜いた後に何するかじゃん。そうですね、確かに。で、この時に抜いた時はよかったんだけど、このシュートコースもみんな3人でスイングしてるから、ここに出したらもう、そう、ここに出したらさ、確かに、そう、で、これを抜いた瞬間に見るっていうより、あ、これ抜いたら、はい、まあ、開くなって考えながら抜くみたいな。あ、そこなんだな、足りないの。そうそう、だからそれはこの強度の中で、うん、俺、歩夢君と同じ状況で突破したことないから、一応理屈としてね、うんうん、いろんなサッカー選手が言うのは、遠く見てたら近くは目に入るみたいな、うん、あー、うわ、これマジ俺意識します、もう。そうそう、なるほど。このシーンとかではちょっと三笘のドリブルの話からちょっとずれたけど、はい、でもそれだよ。なるほど。であとは縦に抜いたシーンがあるとちょっと分かりやすいんだけど、そうですよね、確かに縦はあんま言ってないよね。そうですね、映像をそれこそ、はい、あのこっちは使えないから、うん、グリーリッシュと三笘とかで、はい、あのよかったら検索してほしいんだけど。わかりました。いつもグリーリッシュの人前見てて思うのが、なんか多分気づいてる人も結構さ、はい、歩夢君のチャンネルだとさ、はい、技術系のあれ多いから、はい、いいと思うんだけど、このここの時の踏み込み、はい、これがさ、グッて踏み込んだ時に、さっきの歩夢君のシーンだと相手こっちずれたら、はい、ストーンっていきますね、はい、そう。で、この軸足リードってさ、ボールを
こっちに置いて、はい、こうリードするじゃん。はい、そうですね、そうですね、そうですね。相手がこっち側にいる時あるよね、ボール中心で。はいはい、いますね。こっちにいる時あるね。この時だとこのまんま持っていくと、はい、体前だけどボール後ろからグッて持ってくからこの分で前入っていけるみたいな。はいはいはい。でこれが三笘の場合は100キロのバーベルでスカッとしてるから、太ももの反発力とかもすごくて一気に持っていける。100キロでスカッとしてるんですか？100キロでやってるらしい。やば。そうそう。でも三笘ってごついじゃん。ごついですね。あの他の選手、日本人選手とちょっと三笘違うのは、うん、他の選手だとかわして終わりなんだけど、はい、三笘かわした後にそこからのスピードとフィジカルの強さで前入れんだよ。あー、確かに確かに確かに。そうそう、だからあれはフィジカルと技術の融合だけど。なるほど。でその時に三笘こう抜くじゃん。この時のこの傾きがグレイリッシュと三笘だと違うんだよね。確かに確かに。グレイリッシュって結構体立てたまま、うん、そうっすね、こういくけど、まあグレイリッシュの場合さ、抜き切るっていうより、はい、ちょっとかわしてそうっす、シュートとかパスだったりとか、こう行くと見せかけてこうで、はい、インスイングのやつ。確かに確かに。三笘の場合はここをグッて傾くから、はい、これがクラウチングスタートみたいなの。だから瞬間的に加速がさ、はい、つきやすいっていうか、トップスピード乗りやすいように陸上競技ではこうクラウチングスタートで、そうっすね、こっちの方が速いんだったらこれでみんなやらせるわけだから。ってなるとグリーリッシュは徒競走のスタート、はいはい、三笘はクラウチングのスタート。なるほどなるほど。だからこっからの爆発力がすごくて、なおかつフィジカルもあって、あと三笘自身が言ってたのはここでインサイドでボール持っていくと、はい、足の運びがこうなるから加速しないけど、これをアウトサイドで持っていくから普通の走りと一緒になる。なるほどなるほど。だから速い、もともと足は速いですよね、シンプルに。足速いところにドリブル自体のスピードの乗り方と体を入れる技術で、それを仕掛ける前から顔を上げて遠く見れてる。ああ、いやすごいな。これを全部あの人は論文してて、なんなら研究されないように言ってない部分もあると思うから。でもやっぱりね、これで行ってグッてかわせるやつだと、これ怖いから相手より一層こっちに進むから。あ、そっか。この状態でこっち来てくれたらこう行くから。そういうことか、そういうことか。理論的にね、縦をもっと見せたいんですよね、僕はやっぱ、うん、スプリントコーチの和田さん、はいはいはい、和田さん、シュワブを呼びして見たときに、はい、やっぱ最初のこの反発ステップで、はい、この地面の力をもらうところで、はい、この体のこの軸をしっかり地面に刺してこう持ってくる人が少ない。ああ、はいはい、はい、だからこう分かり、もうちょっと誇張してあるけど、こう走る人とさ、ちゃんとすねを前に倒してこう走る人ってさ、あ、はい、所属違う、はい、そのすねを倒した状態で地面から反発もらってドリブル一気にトップスピード持ってくるみたいな人っていないから。それをドリブル中にやってるのすごいな。そう、あ、だからレオザフットボール和田とかで検索すると、はい、その和田さんが教えてくれてる回、ドリブル、あ、もう YouTube に出されてる。そうそう、出てるから、よかったらそれ。そうですね、みんなちょっとぜひみんなチェックで、それは。だから和田さん全然サッカーやってないんだけど、うちの選手よりもドリブルの加速全然違う。マジっすか。このスプリントのこのスピードの乗り方を知ってるから。はい、知りた。そう。で、それちょうどね、ドリブルデザイナーの岡部さんも同じトレーニングやってて、はいはいはい、なんかこう壁にこう手ついて、すねをこう倒した状態で。ああ、へえ。そうそうそう。そうすると、まあこの加速がつくから。はいはいはい、なるほど。面白い、ね、そういうところで使い勝手いいよね。はいはいはい、はい、俺それ知るまでもめっちゃ前に置いて、はい、膝使って抜くタイプだったけど、あ、こっちの方がね、かわしきるのは三笘ぐらい、その全部いるけど、確かに確かに、ちょっとずらすぐらいだったら、いや、それだけでいいっすもんとりあえず知ってるのそんぐらいかな。面白い。いや、めっちゃこれもう有力じゃないですか同い年なんですよ。あ、そうなんだ。大学の時に一回、まあ重心見る力ってあるよね、相手の背中側に持ってくから、地面から力をもらいやすい走り方してるから、後ろにちょっと流れにくいっていう。なるほど。かかとの方を取るのが上手。うん、まあ、でもやっぱグリーリッシュのドリブルとかもまたちょっと違って良さがあると。うん、でもやっぱ三笘はちょっと今世界的にも抜けてんじゃないかな。グリーリッシュ比較されてかわいそうなとこあるもんね。うん、キックとかグリーリッシュの方が上手いかもしれないけど、とか、うん、キックとか、まあ、決定力とか、そうそう、あとオーラとか、後ろから足の形というか、うん、つま先の向きをできるだけ変えないようにして走り出してるから、うんうん、要はアウトで触ってるってイメージなんですかね。そうそうそう、らしいよ。勝負ってドリブラーっているんですか。ドリブラー、あ、一応いるね。あ、それもね、やっぱ相手との力関係でね、うんうんうん、確かにドリブラーできないできるかできないかですね
そうだから俺はボールもらう前のことの方がうるさいから、うん、前向いてボール受ける技術みたいなところで、グリーリッシュはそれが苦手だね。あ、そうですよね、そうですね、そう、相手のサイドバックにマークつかれた状態でずっといっちゃうから、うん、キャラクターとしてね、ちょっとおしゃれというかさ、かっこいいですもん。そうそうそうそれ大事ない。いや、めっちゃ大事っすよね。めちゃくちゃ大事。やっぱサッカーで、あくまでね、サッカーってやっぱそう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 、エンタメというか、なんかまあそう、スポーツってそうですもんね。スターになんないといけない。だからやっぱムバッペよりネイマールっていうことですよね。ああ、それあるかも。分かりやすいですね。ドリブルの時相手の背中狙うっていうのは意識してるよね、うん、あ、中狙う、うん、あと俺いつも思ってるのは、足速い子はそんなに意識しなくていいんだけど、ドリブルさ、ゆっくりボールが動いてたらさ、だって縦に行かれる可能性が低いじゃん、はいはい、スピード乗ってるとその行かせたい方向の方に体向けて、行かせたくない方側に立つじゃん、はい、はいはいはい、そうっすね。なんだけどゆっくり動いてると言っちゃえばもうこの整体した状態で対応できるじゃん。はいはいはい、そうっすね。だからボール持ってスペースある状態ではできるだけボール止めないっていうか、あ、相手にこっち向きかこっち向きかを作らせたよ、はいはいはい、そうするとその背中側取ればいい。なるほどなるほど。そう、これがスピード遅いともうこの状態だからこっち向きるの。そういうことか。こっちの方があんま人言ってない。今のは俺見てもらったらいろんな人が言ってますと、はい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 、持論組み合わせる、うん、これ誰も言ってないのは、あの1対1の体重ってさ、はい、棒立ちとかこうこの立ち方しちゃいけないって言われるじゃん、はいはいはい、これがちょっといい時があって、はい、それどういう時かっていうと、スピードを落としきれたと。ああ、相手の、うん、でこれなんでかっていうと、あの歩夢くんがドリブルでスピードに乗ってますと、はい、って時に歩夢くんがドリブルでスピードに乗ってたら、俺例えばまあ利き足の状況とかこっちにディフェンスいるかどうかによってこの向きかこの向き作ると。まあそうですね。でよって歩夢くんとしてはあの取るべき矢印の逆が分かるですね、はい、なんだけど歩夢くんがスピード落ちた状態だと俺はこの状態になる、はい、ただどうしようかなってなる、はい、で時に、まあ、自分から動きをそこから作り出すんだけど、これ距離詰められた時にさ、ボール持ってる歩夢くんと俺のボール持ってる人と持ってない人の反復横跳び対決みたいなのがある。ああ、はいはいはい。ってなると、ボール持った状態の歩夢くんの反復横跳びと、ボール持ってない状態の俺の反復横跳びだったら、まあそう、相当なフィジカル差がない限り、持ってない方が勝つ。そうですね、確かに。だから、相手のスピードが完全に落ちた状態だと、距離詰めて整体すると、すげえついてる。ああ、なるほど。そうそうそう。うわ、それめっちゃありがたいです、守備。そうそう、守備の時これすごい疲れる。確かにそうなっちゃいけないって教わってますから。そうだけど確かに距離ある状態で棒立ちだったり前傾姿勢だと反対取れるんだけど、ちゃんあの反復横跳びでさ、この状態でやる人いなくない。はい、確かに遅くなるから、ね、はい、ちゃんと重心真ん中にしてつま先立ちにして、はい、これで動くじゃん。でこの状態だとボール持ってる人と持ってない人だとこっち勝つよ。ああ、確かにそう。だから距離詰めちゃって、だからスピードをこのディレイで落とさせる、落ちた瞬間に詰める整体、はい、ああへえ、これがチアゴシューバーむちゃくちゃうまい。あ、そうなんですね、うん、へえ。上手くない選手は最初からどっちかに行かせるとき超こういう重心になって、うん、反対取られたらもう何もできない、うん、そうですね、そうですね。だからチアゴシューバー距離空いてるときは上体乗っけて、はい、行かせたい方向につま先の向き向けて、行かせたくない方向側にちゃんと立つと。これここまでやってんだけど、こっちに行けるような立ち位置立っちゃう人いる。そうすると多分アイム君とか感覚的にこっち持っていくだけだと。うん、そうですね、そうですね。こうやったらもうこっち行くしかないじゃん。はいはい、でこの時に細かくステップ踏んで、この人が身体能力高いともうそのまま追い込まれたりする。あ、でこの状態でこっちにしか行けないな行けないな時、徐々に詰めてってこうなった瞬間もここで。ああ、なるほど。そうするとボール持ってる人と持ってない人の反復横跳び対決になる。あ、へえ。わ、いいこと知った。これめっちゃなんかドリブルの話だったけど、守備の人に超有益な。俺はどっちかというと守備の方がね、やっぱりボールを扱わないことだから、うん、この理論で納得させれるし、はいはい、実際に今まで抜かれてた相手に抜かれなくなったりすると、あ、良さ言ってることやってよかったってなるから、はいはいはい、まあ監督としていいんだろうな。なるほどなるほど。面白い。でもそれを逆転に取れば確かに、そう、スピード落とさない。そうですよね、スピード落とさないことがいいですね。相手に整体させない状況で、そう距離相手、じゃあ整体させない状況でボール動いてきた、爪を詰めようとしてるときに矢印の逆止めるわ。スピードも落ちちゃったらどうします？どう、何を考えます？あの、あれだよ、上げすぎると足から離れるとダメじゃん。はいはいはい。でもメッシとかは足から離れた、離れない状態でスピードを保てるから、だからまあそれは身長だったり、はい、あの足の運び方の能力だったりあるけど、はいはい、落ちちゃった状態で決められたらもう逃げた方がいい。あ、パスとかでもう、そっか。あとはさっきの、あの、まあ相手多分やってると思うんだけど、はい、整体します。でもその時にボールコントロールミスとか、はい、まあ他の選手の守備だったりとかで整体できない状況で追い込まれたってなったら、俺なら大体足入れない。
はい、で足入れるとその時にこっちから、はい、そのこの状態だと寄せてきた時逆取るとかあるけど、はいはい、この状態で寄せてこられたら、はい、まあ、ターンとかできる時あるけど、はい、基本的にゴール側に持っていけないじゃん。そうですね、難しいですね。足入れて、はい、相手がこっちから来たらフォーカースだし、あ、そうそう、足入れて相手がこっち側いたらこのまま持っていくと反発ステップと同じような感じ。なるほどなるほど。これは保険で持ってる。はいはいはい、なるほどですね。これはね多分、まあ、上手い人たちは自然とやアザールとか上手いの。うん、あ確かにアザールめっちゃ上手い。確かにあれどっちかというとやっぱり、ね、守備側でスピード乗ったやつどう止めるかって言って、まずディレイで、うん、でディレイしてる間に味方戻ってきてくれる2対1がいいし、そうじゃない時も相手スピード落ちた瞬間にグッて詰めてその状態でも反復横跳びでついちゃえばでいいんですよ。なるほどなるほど、っていう感じかな。すごい面白い。シラゴシューバーはどう、年取ってんのに抜かれない理由が詰まってるから、もともと身体能力の高さはあるんだけど、なんで抜かれないんだろう、なんで足揃えてんのに今ついてきたんだろう、距離詰めて相手のスピードが落ちた瞬間にもう横反復横跳び対決にしたんだみたいなっていうのはちょっと気づいたのにちょっとゾワッとしたね。みんながダメって言ってることがいい瞬間だったから、はいはいはい、いやーすごい、さすが本当に。はい、ということで、今もうリーズリーグの試合でアドバイスもいただいたのにもかかわらず、その後もね、僕はちょっと三笘選手のドリブル聞きたかったんですけど、もうプラスアルファでドリブルのチアゴシウバの守備の話です。いや、まあ三笘ならね、もう三笘が語ってくれるし、ね、いやさらにこうね、守備のね選手もかなりめちゃくちゃ役に立ったんじゃないかなと思うので、ぜひ僕もこれを意識して、はい、あのリーズリーグでもみんなでも活躍できるように頑張りたいと思います。そうだね、なんかもうリベンジャーズの選手たち怒られないということで、今日お時間いただきありがとうございました。